はいどうも、ぐっちゃんねるのぐっちです。いやもう11月入ってね、めちゃくちゃ寒くなってきました。まあ、寒くなってきたと言っても半袖なんですけども、ちょっとね、珍しく今日はリーニンのウェア着てるんですよ。で、リーニンといえば、最近ですね、バドミントン日本代表の渡辺裕太くんがね、ラケットの契約を結んだと思うんですけども、まあそのラケットが、エアロナウド9000C というラケットなんですね。で、やっぱね、コメント欄にも、渡辺裕太くんの使ってるラケットを紹介してくださいだったりとか、なんか、こっちとかどうですかとか、まあ、よく言われてたので、まあ、ぜひちょっとやってみようかなと思いまして、これですね。現物を手に入れちゃいました。ちょっとね、デザインとかどう見せればいいかわかんないんですけど、もうグリップ巻いちゃって見えないんですけど、まあ、写真貼りますか。はい。てな感じで、かなりね、派手なラケットでございます。で、僕はですね、このラケットに青のリーニンのナンバーワンで貼ったので、特にすごい派手になっちゃったんですけど、まあ、実際、これの打ち心地とかどうなのかなっていうのを今からやっていこうかなと思います。で、まあ、気づく方いるかな？わかりづらいかもしれないんですけど、なんかシャフトが短いなってすっごい思うんですよね、僕は。で、実際他のね、ラケットと当てがってみますと、ちょっとね、メーカー違うんですけど、アストロクス 88S。これと比べてみると、キャップの位置を大体ですね、合わせまして、ラケットをこうズズズズと持ってきますと、この違い分かりますか？ちょっと分かりづらいですかね。結構短くないですか、この違い。そう、まあ、ヨネックスさんだけど、5mm ロングの 88S、ちょっと短めかなって思われてた 88S よりも短い。奥まで飛ばすようなラケットとは違って、どっちかというと、ドライブだったりとか、速い展開とかに対応しやすいラケットなんじゃないかなと思うんですけども、まあ、その辺はまだわかんないんで、ちょっとね、今から、基礎打ち、そして試合をね、今からやっていこうと思います。それではやっていきましょう。レッツゴー！
はい、打ってきたんですけども、僕の第一の印象として、やはりドライブだったりとかは、やっぱ短い分当てやすいっていうところがあります。というよりも長ければ長いほど、まあその角度だったりとかの打点高めることはできるんですけど、やっぱね、対応の素早さっていうのはやっぱ短ければ短いほど上がってくるんですね。で、そういうところでやっぱ、これは本当にドライブだったり、あとスマッシュレシーブだったり特にしやすいかなと思います。で、シャフトはね、本当に僕的には本当に硬くないというか、まあ実際これは硬くないラケットの設計なんですけど、そのおかげで別に短いからしなりづらいってこともないんですよ。シャフトがね、上で捉えた時にしっかりしなってくれて、やっぱね、その短い分戻るのが早くなるので、スマッシュこれで打って、あ、やっぱ遅えなってなることなく、本当にダブルスですごい使いやすいようなラケットだなっていう印象でしたね。だからダブルスとかで前で前でより早く取りたいっていう方とかにはおすすめかなと思います。すごい高いところから打ちたいっていう方だったら通常設計のラケットの方がいいかなと思うんですけども、これの早い展開でラリーするプレイヤーにはね、すごいおすすめかなと思うようなラケットでしたね。やっぱリーニーということで取り扱いテンポも少ないかなと思ったんですけど、ツイッターを見てたらですね、ちらほらやはり渡辺裕太選手が使うというところで、結構ね、いろんなお店で入荷してるところがあるそうなので、特にこれの入手が困難だなっていうことはないと思うんですね。なんでぜひともね、これを使ってみたいと思った方はぜひとも買ってみてください。ドライブだったり速い展開にすごいおすすめなラケットでございました。またね、まあ明日明後日に動画が出るんですけども、また紹介動画になりますが、ぜひとも次の動画もせっかくなんで見てください。よろしくお願いいたします。さすがの渡辺クオリティ最高でございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。